はい、前回は文武天皇や大宝律令の話をしていました。ここで、飛鳥時代が終わり、その次の時代、今回から奈良時代ということになります。第4話なので和が一つ進んでます。奈良時代のお話をしましょう。はい、今回紹介する天皇は、天じゃないですね。元明天皇という天皇について紹介しましょう。実は前の飛鳥時代最後の天皇は文武天皇なんですけれども、文武天皇には子供がいて、男の子ですね、後に聖武天皇となる天皇なんですけれども、その文武天皇の子供が、文武天皇が亡くなった時まだ幼かったので、文武天皇の母ちゃん、これが元明天皇なんですけれども、一旦子供からお母さんの方に、位が戻っていくよということになります。はい、この元明天皇が作った都が、あの奈良の都になるんですが、枠を書きましょう。母ちゃんと今言いましたので、女性の天皇ですので、元明天皇、これが女性の天皇なので女と書いておきましょう。で、今回ですね、隣の枠が発生しましたね。この隣の枠には何を書くかというと、こちらには権力者の名前を奈良時代は書いていきましょう。奈良時代のポイントは、この天皇と権力者、この2つを合わせて、覚えるっていうところがポイントです。元明天皇の時の権力者は藤原さん、藤原の不人さんですね。この元明天皇、そして藤原の不人さんがタッグを組んで、政治を行ったのが奈良時代の頭です。で、奈良の都の話をしたいのですが、奈良の都の前にですね、この元明天皇が、位についた時にですね、とても縁起のいいことが起きました。それはですね、和道開珍というお金をこの元明天皇作ったんですよね。その縁起のいいこととは、武蔵野国、今の東京都あるいは埼玉県なんですけれども、武蔵野国から、新しい銅の鉱山を発見したので、この銅を、献上しますということでプレゼントされたわけですね。銅が献上されたため、それを記念して、新しいお金を作りましょう、ね、その銅で新しいお金を作りましょうということになります。なので年号を、ね、
もう銅が取れてよかったっていう気持ちが現れます。年号を和銅、はいね、と改め、そして和銅開珎というお金を作りますね。日本初の本格的流通を目的とした本格的貨幣、その前は不本銭とかあったんですよね。その前にも不本銭っていうお金があったんだけれども、流通させること、みんながね使ってほしいよって言ってばらまいたお金はこの和銅開珎が初めてですということです。ここから、12種類の貨幣、国が作った12種類の貨幣を全部で、ひっくるめて硬貨12銭と言います。ここから12種類の貨幣が作られるのですが、それのことをひっくるめて硬貨12銭と言います。ですね、硬貨12銭、資料集などで、12種類全部あるケースが多いと思うんですけども、よく見て、いただきたいと思うんですけれども、やっぱり最初のね和銅開珎ね、これで見てもね結構立派なお金だっていうことがわかります。さて、そしたらですね、結構長くなるので、ズバッと消しましょうか。さあ、じゃあこれに続いてこの下に書くけれども、枠を拡大しましょうね。ドンといきます。はい、和銅開珎の話の次ですね。なんと立派な平城京ですね。はい、それまではどこかっていうと藤原京だったわけですね。藤原京から平城京へ、遷都をします。なので平城京は奈良の都ですので、ここから奈良時代ということになります。平城京の特徴について、いろいろ挙げていきましょう。まずモデルとしたのは中国の唐の都。この唐の都は有名な長安。はい、この長安をモデルにした町です。そして、平城京、このようなすごく雑ですね。こういう四角形の都市に、ちょっと張り出し部分があるんですけれども、五番の目のような。
街路が走っています。これのことを情報性と言います。はい、前々回お話ししたかな、田んぼがそのマス目状になっているのを条理性と言い、街の道路が5番の目のようになっているのを情報性と言いますね。そして、まずそうですね、ここに天皇がお住まいになる内裏があって、ここの内裏からまっすぐ伸びる真ん中に走ってる道のこと、はい、都の中央を南北に走る、赤いスズメと書いて朱雀王子と言います。朱雀王子の東が左京なので、左京ですね。右じゃないのかと、朱雀王子があってこっち側が左京って、あれれれれって右じゃないのって思うかもしれませんが、これは天皇から見て、このこちら側が左京、東側が左京ということですね。天皇はここにお住まいであるので、こっちが左で、正しいのです。東が左京、西が右京です。はい、右京ですね。そして平城京の場合はこの外の京、下京というのもあるので、平城京の特殊な形っていうことを頭に置いて、いただければいいかなというふうに思います。はい、そして天皇がいらっしゃるこのエリア、このエリアを平城の、平城京の中でも平城宮と言いますね。平城宮には、平城宮には天皇のお住まうところですね。そして、大極殿、あるいは朝堂院、儀礼や政治の中心や、あるいは二官八省ですね。その役所が置かれているということになります。そして、この平城京、平城京のね、この奈良の都っていうのはお寺がたくさん作られることになります。これのことを、平城京のことを、京都に対して奈良は南にありますので、南都とも呼ばれ、平城京南都の七大寺というお寺が建てられたということになります。一番有名なのは東大寺ですね。そして薬師寺、そして、興福寺、はい、スペースの都合で3つだけ、あとね、4つあるんですけど、などと書いておきましょうね。の7つの寺が置かれます。
そしたらですね、品物を売買したりする位置が左京と右京に一つずつ置かれます。はい、1左京や右京に一つずつ東の位置、西の位置が置かれて、物の売買が行われ、流通が行われるんですけれども、これを監督したのが一の司という役職です。監督ですね。今は、まあ、奈良市の奈良市街で、この辺東大寺があって、道が伸びててっていうことなんで、今は市街地の下にこの平城京があるんですけれども、まあ、最近発掘調査が進んでいます。この発掘調査の結果、長屋王というこの後出てくる、まあ、権力者なんですけれども、長屋王の邸宅から、当時のことを知る資料として木簡、木の札に何やら書きつけられたものですね、が出土しているので、長屋王と木簡、こういう発掘調査のところでよく尋ねられます。はい、こうした平城京に依然として、こっから奈良時代ということになります。そしたらですね、平城京が作られたのと、まあ合わせて、この奈良時代の頭にですね、地方の、はい、はい、奈良時代初期に地方社会も整備されましたよ。それは、奈良の都をスタートとして、いろんな方向に伸びる国が作る、まあ、国道ですね、官道を整備します。日本各地に、道を伸ばす、その道路網を整備したこと。そして、次は、そこに駅制というものを敷きます。駅制の施行ですね。うん。で、この感動の一定距離、だいたい16キロぐらいです、ね。まあ、今車で行けばですね、16キロなんてなんちゃない距離なんですけれども、この一定距離16キロ、16キロ歩くって言ったら大変ですよ。時速4キロ歩いたとしたら、4時間ですね。朝の8時から歩き始めて、正午から歩き始めて4時、ね。まあ、午後歩いたにしたら6時とかね、7時とか、そういうところでちょうど着くような感じの
一定距離に、ごとに、はい、駅の家と書いて馬屋と言います。を設置、はい、ね、歩いていく人にとっては4時間ごとになんかちょっとポイントがあって、ご飯も食べれるという道の駅みたいな存在ですね。そして馬で行ったらですね、16キロごとに馬の乗り継ぎポイントがあって、まあ、ヘトヘトに馬もなるわけですね。だから、その、何キロか行って、馬屋を2個目とか3個目とか次の馬屋まで行って、馬もへたってきたなって思ったら休ませたりするわけですね。馬を、乗り継いで、移動ということです。教科書にはもうちょっと細かくこの仕組みのことが書いてあると思います。でこのことからね、一定距離ごとに馬を乗り継いで移動するような気持ちで、走る競技がありますよね。正月に走ってるじゃないですか、関東のね、学生たちがね、箱根駅伝とかの駅伝ですね。これはもうまさしく一定距離ごとに、箱根駅伝だったら20キロだ。その、約20キロごとに馬屋があるように、馬を乗り継いでいくように、たすきをリレーして走る競技ということで、あれはね、別に電車に乗るわけでもないのに、なんで駅伝っていうと、この駅から来てるわけですね。はい。そうするとですね、じゃ あ、都も作ったよと、そして、地方社会も整備してきたよと、ただね、元明天皇には頭を悩ませることが一つあったわけだ。はい。それは、元明天皇の目玉政策、あの目玉政策ですよ。先ほど申し上げた、お金を作ったのに、だから、ちょっと、和道開珎からこう、引っ張ってきて、ここに下ろしましょうか。みんな使ってくれないと書いてきましょう。お金、和道開珎から引っ張ってきてこう書きますよ。お金を作ったのに流通させるために、せっかくで流通させるためには、ためにね、作ったのに、モデルとしている中国なんかではもうお金社会になりつつあるのに、日本ではなかなかお金を作ってくれない、せっかく作ったのにって思うわけですね。みんな使ってくれないから、あ、そうだ、こうしたらね、みんな使うようになるだろうと考えたのが、はっと思いついたのが、この筑前叙位令ですね。筑前叙位令、はい。テーマは和道開珎の促すため、和道開珎使って使って、はい、お金を貯めた人に位を与えます。はい、もうみんな使ってね、お金をね、貯めたらね、位を与えますよと。たくさんのお金持ちにはたくさんのね、位を与えますよって言ったらね、みんな使うようになるんだろうと思うわけですね。ただ、これはちょっとね、
元明天皇もまだお金のことについて疎いわけですね、貨幣経済の何たるかを知らないわけですね。貯めたら位を与えるよっていうことは、お金が手に入っても位を高めるために手放さないということになりますね、逆に貯め込んじゃって、みんな使って使ってっていうところが逆に貯め込んじゃって使わない、なので、これは畜戦女医令は見事失敗に終わるわけです ね、ねせっかくお金使ったのに作ったのにみんな使ってくれないという現象になっていきます。はい、畜戦女医令までいきました。まだ続きますね。じゃあ元明天皇時代、まだまだもうちょっとあります。はい、奈良に都を移した朝廷ですが、まだ地方の中には例えばこういうところですね、東北のね、東北の奥の方、あるいは九州のね、南の方、東北の北の方、九州の南の方、こういうのはまだまだ朝廷の命令が及ばない、届かないところでありました。なので、兵隊さんを派遣し、征服活動をしながら支配領域を拡大するわけですね。まずは、東北地方、これは恵比市と読みましょう。蝦夷と読むともうちょっと先の北海道のことになりますね。恵比市っていうと、主に東北地方ですね。東北地方にはそれまで陸奥国という国が置かれていましたが、より支配を進めるためにその陸奥国はとっても広いので二つに分けて、日本海側に、出羽の国を置きます。なので、東北の太平洋側は、陸奥国になりますね。陸奥国と日本海側に出羽の国が置かれるわけですね。そして、同じ日本海側に出羽の国と拠点とする秋田城が設置されるということです。じゃあですね、もう一つは、じゃあ東北の方ではなくて、今度は九州の南の方です。隼人ですね。これは隼人。隼人はなんとか隼人って言いますね。薩摩隼人というように、隼人っていうのは南九州の人を指します。この隼人を支配するわけですね。どんな形でというと、その鹿児島県の鹿児島県の東の方、これに大隅の国ですね。鹿児島県には二つの桜島があって二つの半島がありますが、こっちは薩摩半島、大隅半島と言いますが、この大隅の国が置かれるようになります。宮崎県のさらに南の方ですね、この大隅の国が設置されるということです。はい、
なので、結構ゲンメっていうのをいろいろやってますね。和道開珎を作り、奈良の都を作り、まあ、この大隅の国を作り、ね、結構こう、教科書的に、あるいは中学校で習う語句がたくさん出てくるんですけども、元明天皇もう一つやってます。はい。それは、はい、これも中学校で習う、この有名なものですね。古事記の作成です。人名出てきますね。これが比叡田のあれという人なんですけれども、この比叡田のあれに、読み習わせた。取材をしてきなさいと言い、この比叡田のあれがいろんな人の歴史、あるいはその神話ですね、はい、各地の歴史や神話を比叡田のあれが取材をし、あるいは比叡田のあれがいろんな元からね、子供の頃から聞いてきたという、そういう歴史や神話を語り、比叡田のあれが語ったストーリーを、この、パートナーね、仕事のパートナーである、大野安麿ですね。書いていきます。例えば天照大神の話はこうですよとか、例えばそうですね、イザナギの御事、イザナミの御事の話はこうですよとかね、ヤマトタケルの御事の話はこうですよとね、結構ヤマトタケルの御事は、ね、残酷な人だったりしたね、騙し討ちとかしたりしてね、ちょっと悪どいところがあるんですけども、そういうような各地のお話であるとか伝えられた伝説であるとかを比叡田のあれがおしゃべりし、大野安麿がそれに文章の形にまとめるという形で、古事記が作成されるということですね。元明天皇結構有名なことをやっています。和道開珎、ね、そして奈良の都、そして、古事記の作成、こういうところで押さえていくといいと思います。今回はここまでです。